2分でわかる主青頭ランス攻略法。さあ今回は主青頭のアンカーレイジ編の攻略法を教えていきたいと思います。まずは走り込みですね。これ非怒り状態限定になるんですけれども、一つ目のパターンがこれジャンピングヒップアタックになります。これね、離れていてもアンカーレイジ当てることができるのでかなり美味しいです。腕に当てるようにしましょう。でもう二パターン目、二パターン目に関してはこれ岩を投げてくるんですね。でこれに関してはアンカーレイジしてもこうやって攻撃が届きません。なのでどうするかっていうと、一緒に走ります。ケツを追っかけましょう。さあ美味しい推しが目の前にあるとっかのアンカーレイジをつなげることによって、どっちのパターンでも大丈夫です。ただ非怒り状態ね、怒ってる時だと横クロをねやってくるので、気をつけてください。非怒り状態だったらもうケツを追っかけて大丈夫です。続いては主青頭の必殺技、シャケクロに関しての対処法ですね。ランスだと2連ジャスがになります。タタンというタイミングで2回押すという形ですね。こんな感じでパンチから派生でつなげてきたり、ジャンピングヒップアタックからつなげてきたりありますが、怒ってる時は2回続けていきます。なのでタタンタタンっていう形になるんですね。ただこれめちゃめちゃ気持ちいいし楽しいんですけれども、難しいんですよね。そういった慣れてないよ、難しいよという方に関してはお尻に回り込んでください。大丈夫、これは逃げてもいい。次はタックルです。こちらね、派生がめちゃめちゃ遅いんですよ。なので攻撃モーションを見た瞬間にすぐアンカーレイジを押しちゃうと、こんな感じで食らっちゃいますね。なのでちょっと待ちましょう。だからタックルのモーションが来た、これはね見て覚えるしかないんですけれども、タックルのモーションが来たらちょっと待って反撃する。狩猟タイムを早くしたいというのであれば、まずは腕に攻撃を与えるようにしましょう。頭よりも腕の方が肉質は柔らかいです。最後はスタンを取るということですね。主青頭は攻撃終わりとか、あと攻撃してひるんだ後とかは頭を下げてくれるので、そのタイミングを見計らってシールドチャージを当てに行きます。で大事なのは必ず怒ってる時にスタンを取ってください。でないとスタン中に攻撃を与えた後、その後蓄積量によって怒り解除のダウンも取れるんですけど、それが取れなくなってしまうので、必ず怒り中にスタンを取るということ。こんな感じで皆さん主青頭をランスで楽しんでください。それでは皆さん、ナイスランス。